乾燥機が調子悪くなってから1週間経ったんですよ。変な音が鳴ってからすぐに担当者の人に電話をして修理してくれ、もしくは交換してくれって言ったんですけど、 It's been 7 days。 まあね、まあ慣れたけど、南国あるある、仕事が遅い。ものすごくゆっくりとお仕事されるんですよ。で、再度電話をしてね、いつ見てくれるって言ったら、スケジュール立てるね、みたいな感じだったので、まあ、今はまだ待っているんですけど、こういう英語があります。patient。be patient。忍耐とか、辛抱強くみたいな感じで使うんですけど、時間がゆっくり流れてるところは、この patient、be patient、必要だと思います。早く直してほしいけどね。なんせ今部屋干しをしてるんで、やっぱ乾き方が全然違うんですよ。パッキパキになるんですよ。ふんわりならないんで、という、最近こんなことが起きましたので、とりあえず皆さんに報告していこうかなと思って。Anyway, what I need is be patient. 誰あれ？水道開けっぱなしの人。しかもね、あれホース破裂してるから、横のところ。交換しなきゃダメなんだけどね。今日紹介したいところはここ、グリーンベレーという観光スポット。まあ、ここね、1、2年ですごい入り始めた場所なんですけど、ここのスポットは韓国人にすごい人気です。で、なんでこんなに韓国人に人気かというと、韓国のブロガーとかインスタグラマーがここで写真を撮って、まあ、それをね投稿してすごい広まったみたいなんですけど、まあ今見た感じでも、もうここにいるのは全員韓国の方ばっかりです。まあこんな感じでね、インスタ映えで写真を撮りに来てる人たちがたくさんいます。日本人ほとんど来ないんです。その理由を2つ、紹介します。まず、ここはレンタカーがないと来れないっていうことと、日本語での情報が少なすぎるっていう、この2つの点なんですけど、まあ、インスタとかで検索をかけると、ほとんど韓国人がハングルでハッシュタググリーンベレーって書いてるので、韓国語での情報しかないです。で、あとはロケーションね、ここピティ地区っていうところになるんですけども、まあマップ載せときます。やっぱここまで来るのにレンタカーがないと来れないんですよ。韓国とグアムって交通ルールがほとんど一緒なので、レンタカーを借りる人たちがたくさんいるので、ここへ来やすいという点もあります。で、見た感じ川っぽく見えるけど、実はこれ海水です。で、今若干曇りなんですけども、これ日が出たらもうものすごい色の違いが分かります。エメラルドグリーンの川が流れてるような感じになってます。そんなに魚はたくさんいるわけではないんですけども、ここからもう魚が見えるぐらい透き通ってます。で、ここね、歩く道があるんですけども、ここを歩いてみんな散歩をしてます。
泳いでる人とかいないんですけど、泳いでみるのもいいかなと思います。ご存知の通り、私サファイアはダイバーなので、水があるところでは入りたくなっちゃうんです。I might be broken down but I'm smiling. I keep my head up high though I fail. Sometimes I get a bit emotional, but then I turn around and let it go. I see you watching me from a distance. I see you can't decide what to feel. But if you dig a little deeper, boy, you know you really wanna get to know me.最後までご視聴ありがとうございました。この動画少しでも皆さんの参考になったなと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こういう場所に行ってみたいけど自分たちでは行けないっていう方、ぜひご連絡の方をください。概要欄の方にインスタグラムのリンクを貼っていますので、そちらの方からダイレクトメッセージをいただくことも可能です。水中ツアーも陸ツアーもどちらもやっております。ツイッターやインスタグラムも普段の南国生活の方、写真載せたりとか動画載せたりしてますので、興味がある方はよかったらフォローしてみてください。では、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画を見たい方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。